応援者いつも応援してくださって、ウィーム新潟の、はい、セイロさん、そして長嶋さんもぜひ、はい、ちびこゆっくり上がりましょう。はい、はい、お時間ありますから大丈夫ですよ。そして大谷選手、はい、今日呼んでいただきました佐々木店店長、店長、はい、店長もリングの方でご挨拶を皆様にお願いいたします。はい、店長、おられますでしょうか。店長さん、おられます。ありがとうございます。はい、こんな感じゆっくり上がってね。危ないからね、ゆっくり一人ずつ。皆さん、もしよろしかったら、こっちから上がりますかね。この辺から、はい、すいません、変えてみますね、すいません。ありがとうございました。一言ご挨拶をよろしくお願いします。今井美穂ですね。ゼロワンの皆様、そしてFM新潟の皆様、本日、お集まりいただいた皆様、本当に盛大に盛り上げていただきまして、本当にありがとうございました。一旦これで、玉三郎グループとしての、チャリティープロレス、締めくるわけですけれども、まあ、先ほど、上田、田中の方からもありましたけれども、まあ、ビッグなイベントが、これより、待っていると思いますので、ぜひまた期待、胸を躍らせながらですね、またゼロワンさん、来ることをここよりお待ちいただきたいと思いますし、私たちも、パチンコスロットに限らず、いろんな部分で皆様にエンターテインメントとして、楽しいイベントをもっともっと提供していけるように、頑張っていきたいと思いますので、代表としまして挨拶に返させていただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。まあ、とりあえず一つ区切りなので、いつもいつも応援してくださった聖野さんも一言だけお願いします。はい、いつも来てくださったお客さんに一言。はい、ということで皆さん本当に、私、まあ、春とそして秋合わせてですね、玉三郎さんで行われたチャリティープロレス10回ぐらいはお付き合いさせて、いただいたと思うんですけども、私あの1992年ぐらいかな、あのプロレスファン始めましてですね、それこそ大谷紳士郎がヤングライオン、ね、新日本プロレスのジュニアを支えた頃から大ファンでございます。こうしてね、大谷紳士郎さん率いるゼロワン、そして玉三郎さんと、一緒にこういうイベントができて本当に嬉しいです。先ほどね、年末にね、またゼロワンの大会を開催すると力強く、あのカッキー選手、巻きとか言わなきゃいけないよ、ちょっと勝ったからといって、はい、まあ、話が長いのが、僕の悪いところでございますけども、また今後ともゼロワン、そして玉三郎、そして FM 新潟、そして聖野元基をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後元気に締めたいと思います。一度説明をさせていただきますね。説明された皆様、申し訳ない、最後です。ご起立をよろしくお願いいたします。はい、ちょっと雨が降ってきましたね、ガッキー。それでは一回説明をさせていただきます。僕が大きな声で行くぞと言いましたら、皆さん大きな声でおーと叫んでください。ちなみにこのおーの声が小さい場合、何度でも行くぞと言わせていただきます。その後みんなで一緒に3、2、1、0、1で締めたいと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ子供たちね、外、お父さんお母さんの方をお尻を向けないってことね。はい、じゃあ外を向いて、はい、それでは本当に今日はありがとうございました。これからもみんなで一緒に元気になっていきましょう。元気よくいきますよ。いくぞー。おー、もう一回お願いします。いくぞー。おー、3、2、1、0、1。ありがとうございました。赤羽健太、大谷紳士郎組の勝利でございました。